はい、皆さんこんにちは。ピノです。タカです。エッティブログです。今日はソーセージです。ソーセージの食べ比べをしたいと思います。なぜかというと、ドイツ人だからです。これはまだやってないのがあんまり信じられないよ。その通り。あんでほどソーセージの種類が日本にあったのがびっくりしました。スーパー行きましたけど、これの10倍ぐらいの種類のソーセージありました。選ぶのが楽しかった。ドイツは本当に今ソーセージ王国ということはよく言われるけど、意外と日本もめちゃめちゃソーセージの種類があったんだねということを気づいた。ということで、日本のソーセージをドイツ人が食べたらどういう反応するのか比較にしていきたいと思います。ということで、1、2、3、4、5、6、7、7種類。じゃあまず左からいきましょうか。はい。日本人なら誰でも一度は食べたことある王様シャウエッセン。ちなみにシャウエッセンは今日初めて知ったけど、ドイツ語だよ。タカがわかる意味。わかる。シャウ、ショーかな。英語のショー。エッセン、eat、食べる。そう。なぜこの名前になったか全くわからないけど。だから見せる食べ物ってことじゃ。そうだよ。ちょっとよくわかんないけど。な次は。次二つ目こちら。これもドイツ語書いてあるよ。ベアガーブワスト。伊藤ハムからベアガーブワスト。山のソーセージ。これなんかバジルのハーブが加えた焼きソーセージ。続いてこちら3つ目。こちらも日本ハムさんからアンティエ。アンティエ？ブラックペッパー。アンティエはでもドイツ語っぽくない。ね。でもこれを見るとすごいドイツのニュンベアガに似てる。次は3種類のソーセージ。ちなみに粗挽き、ハーブ、辛口。これも美味しそう。ね、ポークソーセージ、ウインナーって書いてある。選んだ理由は大きいからです。ソーセージ三重奏。続いてこちら、伊賀の里黙々手作りファームさんからチーズの粗挽きウインナー。地元を愛するレナ社長の黙々ファームでした。はい、はい、続いてこちら、ゆずウインナーって書いてあるね。これは絶対にドイツにないようなソーセージ。そうだね、ゆずはない、ね。最後、レナさんの大好きなアンパンマン。これ魚肉ソーセージだよ。そう、魚肉ソーセージだから、もうこれは日本のソーセージ。これはもうおまけということで。ということで、7種類のソーセージ。はい、作り方は多分これを茹でて、それ以外は焼いて、これはそのままで、今から準備します。タラーン、できました。焼き上がりました。まあ5分もかからないぐらいのことなんだけど、香りがめちゃめちゃいい、ね、めちゃめちゃいい匂いする。どれの香りがいいのかわかんないけど、もう全部全部が混ざってすごいいい香りする。すごい美味しそう。開けた時にやっぱりシャウエッセンすごいいい匂いするなと思った。本当に、これあのウィナーの匂いはする。本当だ。それ以外は全部あの焼くやつだから、ちょっと開けたら生の匂いはするから、焼く前にはシャウエッセンがすごいいい匂いする。シャウエッセン優勝。シャウエッセンからいきますか。はい、これはボイルしました。手で食べるの？寿司じゃないよ。いやでもあのフォークで穴を開けるとパリッと感がなくなるって聞いたことあるよ。あ、日本人はパリパリのが大事でしょ。じゃあはい、乾杯。乾杯。いただきます。うん、このパリパリ感やばいね。シャウエッセンの噛み応えがあって、これ何がいいかってさ、パリってして皮がさ食感いいじゃん。でも最後まで皮が口の中に残らないじゃん。いつの間にか皮がどっか行ってるじゃん。うん、で弾けるあの食感だけを残して、あとは立ち去るっていうさ、すごい役者だよ。もう全部食べ終わったの？うん、あの一口で、あこれとこれも用意しました。ちょっと待って、一口で言ってしまいました。小さい頃さ、お母さんに作ってもらった弁当に大体入ってるじゃん、シャウエッセン。シャウエッセン、だから小さいか。あ、子供が食べるから、あの可能性はある。入らなきゃいけない。これぐらいのサイズのソーセージは入りにくい。入らない、だからこんなちっちゃいかもね。多分、今わかった。シャウエッセン、ドイツのみんなはちなみにこれぐらいだよ。あとこれぐらい太いよ。また大きい。これぐらい太いよ。ポンジュマ、ケチャップ、ケチャップと一緒に食べるでしょうね。懐かしい、子供の頃思い出すよ、これ。うん、日本の誇りだからね、シャウエッセンね。ちなみに、星5つ。ウィンナーとして考えるともう5点だよ。俺も5点。5点。最初に一番うまいやつ食べちゃったかもしれないね。続けまして、ベルガーブルスト。山のソーセージ、バジル味。日本語の発音どうだった？ベルガブルスト。まずは中にバジルも入ってる。味なし。なんかドイツのソーセージの匂いする。そう？
肉肉し、肉をちゃんと食べてるって感じする、うん、食感も食感がちゃんとあってね、おいしい、うん、バジル感はちょっとあるね、うん、まあちょっと油が、油も多い、油味がある、溶ける、これはマスタードでいった方がいいかな、ケチャップでしょ、マスタードでしょ、ケチャップマスタードでしょ、おい、今汚くしたよ、なんかあるんだね、何もつけない方が美味しい。いや、それはさっきは今マスタードとケチャップで失敗したからじゃない？どっちがうまい？マスタードかケチャップか。あ、意外とケチャップ。なんかケチャップで食べるとより甘みが出る。ああ、つけずにシンプルイズベストな、これ。どうですか？いや、美味しかった。5つ星中。これむずいな。でもなんか満足した感はあるよ。4.5 4.5 4かな、社長4、肉肉しくてバジルの香りあって、うん、油もジューシーで美味しいよ、うん、そう、じゃあ続きいきましょうか、はい、これは3種だから、ハーブと粗挽き、粗挽きって何の味なの、粗挽きってあの肉の粗い粗挽きだから食感が残ってるね、はいはい、これはさっきよりもね 1.5 倍ぐらい太いよ、そう、これはなんかドイツの、これ一番ドイツっぽい出るソーセージに近い、ね、うん、これは、うん、ドイツみたいな感じ、食べ応えある、うん、なんかレモン感じはしない、うん、そう、これさっぱりレモンって感じする、ね、味はね、さっきのこっちのバジルの伊藤ハムのやつの方が味がね、濃い、これの方が濃い、こっちの方が濃い、こっちの方が濃い味が濃いよりこう口に合う感がある、それただただ大きいだけじゃん、いや、バカ舌なんだね、次はこっちが辛口、粗挽き、多分これ辛口でしょ、だから粗挽き、じゃあ粗挽きソーセージ、粗挽き、うん、これはね、シャウエッセンからパリッと感を抜いた感じ、なんか物足りない気がする、うん、分かる、なんか物足りない味なのか、肉肉しさなのか、食感なのか、ジューシーさなのか分かんないけど、なんか物足りないね、なんかもうちょっと何かをアップすればって感じ、だからこれ逆にソースつけたら美味しくなるからね、はいはい、ソースで引き立てられるかもしれない、ケチャップ、うん、うん、やっぱうまい、まあ、よくなった、うん、よくなったわ、全部食べた、んなんでマスタードもあるでしょ、まだあるよ、こっちに、これ違うでしょ、あ、でもソースつけると美味しいわ、何がいいかって、この食べ応えだね、大きいから食べ応えがあってそれが美味しい、でもそれは私のただただ大きいだけじゃん、いや、バカ舌なんだね、今さっきバカにされた同じこと言ったね最後これ辛口ソーセージ、辛口、うわ、なんか色がさちょっと赤っぽい、中も赤っぽいもん、ちょっとこの3種類なかったらハーブが一番美味しい、いや、辛いのも美味しいよ、あ、所長これビールに合うわ、この辛口ソーセージ、あービール飲んでなくた、どうぞ、まだ昼、ドイツ人だったらビール片手にソーセージ太いやつこう、カンキンでゴゴゴゴゴにカンキンでゴゴゴゴ、そんな感じ、どうですか5スターだから、多分4点になる、辛くなってきた、なぜかというと、2つが5点、1個が3点4点4点4点、5点、5点、3点で平均したら4点ってこと、ちょっと平均 の, 点あの計算の仕方間違えてるけど、まあ4点らしいです、何を細かい小数点つくけどね、僕 3.5、 次がでフランスっぽい、日本ハムだよ、またはい、日本ハム、シャウエッセンも日本ハムだったよね、あ、本当だ、じゃあうまいかもしれない、これもなんか本当になんかあのニューンベアガの似たような感じ、すごい香りがいい、香りが立ってる、あ、これまた肉肉しさがある、油もこうじゅわっと出てきて、うん、さっき辛いのが食べたから、ここでペッパー感がそこまでないけど、うん、食べる順番間違えたかもしれない俺もなんか今さ、口の中ちょっとピリピリしてるもんね、マスタードつけてみようかな、ペッパーの香りするわ、わっ、辛っ、うん、この今まで食べた4つのソーセージの中で一番こうクリーミーな感じがする、そうね、そこはなんかもうちょっとパリというか、なんかもうシャウエッセンに持ってかれてるやん、パリパリ感で多分なんか食感が柔らかすぎる、だパリパリじゃなくてもいいけど、もうちょっと歯ごたえがあってほしい、油が多くてジューシーさがあるから、それでこう口の中でとろってなっちゃって、うん、それが好きな人もいるけどね、うん、私には3点厳しいですね社長、うん、俺4点優しいえ、美味しいよ4点、これ3.5点、これ3.5、だから俺多分ね、ジューシーなちょっと油のとろっとした感じが好きなんだと思う、次いきますか、はい、ちょっとその前に何か飲む、なんかちょっと口の中ビール口の中こうさっぱりさせた方がいいんじゃない、なんかコカ・コーラ飲みましょうか、選択肢2つです朝日生ビールジョッキ缶、生ジョッキ缶スーパードライとダブルレモン、これさっぱりだから、さっぱりしたやつもいい、え、ドイツ人なんでこっち行かないんですか社長、部下は飲んじゃっていいですか、いいよ、これ何を、こうすごいよ、これ手で温めると缶を、
こう泡ができてくる、生ビールのようなこうふわふわな泡が今できたじゃん、ふわーって。なんでこういう作り、ほらこれふわ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 、クリーミーな、見てふわふわふわ、たかちゃん、いただきます。次行きましょう。黙々ファーム粗挽きチーズ入り、チーズ入ってる、キスが入ってます、いただきます。うん、これが食感がいいよ。皮はパリッとしてて、肉とチーズもうまく反対があって、思った以上にチーズが多い、本当にチーズ、うん、うん、おいしい。ケチャップとの相性100点、こっち5点までしかない、100点わかんない、ビール飲み始めたからうまく感じてくるね。うわ、はい、何点？ 4.5 点。私も 4.5、 うん、何が足りないんだろうね、5点に対して。うん、もうちょっと太ってもいいかも、噛み応えがこうブリンってあってもいいかも。まあそう言われてみれば5点でもいい気がする。じゃあ5点。5点にしました。足りないところが今出てこないから、じゃあ5点、うん、チーズ好きの社長5点。はい、じゃあ最後柚子胡椒、香りは、香りはあんまり柚子胡椒の香りしない。いや、なんか柚子胡椒つけたくなる。うん、わかる、わかる、わかる。今素晴らしいコメントだね。だからほのかに香るって感じね。そう、もうちょっと香ってもいいかも。柚子胡椒ってこんなに書いてるんだったら、ね。ちなみにドイツはどんぐらいの種類のソーセージがあるの？今日本だとさ、スーパーに15種類から20種類ぐらい売ってるじゃん。日本のソーセージはこれだけじゃないよね。小さくて細長い焼きソーセージとかウィンナーとか、うん、ある。これぐらいでかくてこうスライスされるやつも全部ソーセージなの。あれハムじゃない？ハム、ハムとソーセージはちょっと違うんじゃない？日本はウィンナーとソーセージとハムは全部違う。違う、私たちはドイツ一緒。ブワーストはもう全部だよ。一番好きなブワーストは、なんブラッドブワースト、ね、よくドイツ行った時ブラッドブワースト食べてるね。カレーブワースト、出た、カレーブワーストは日本で一番おなじみじゃん。いや、多分これみたいな、なんかニュンベアガーブラッドブワーストが多分一番好き。こう小さくて、うん、サワークラウトと一緒に食べる。サワークラウトってあれね、酸っぱいキャベツ。この私たちの動画を見てる人はわかるかと思いますけど、キャベツの漬物って感じかな。そう、向こうでいうところの漬物。ちなみに1個のソーセージ残ってますよ。ああ最後アンパンマンソーセージ食べてみますか。これ、あ、これもフロリエ、さっきのこの柚子胡椒のソーセージと一緒の点数、点数一緒の、一緒の会社。これ点数つけたっけ？つけてない、2点。2点。厳しい。ああ、え、俺 3.5 点。え、美味しいよ普通に。いや、さっぱりしてて、順番的にはね最高。こう全部食べてきてお腹がだんだん膨らんできたところにさっぱりな、さっぱりしてるから、だからこれ一番最初に食べたらちょっと物足りないかもしれない。はい、アンパンマンの魚肉ソーセージ、はい、ありがとう。最後、うわ、これ懐かしい。ここ赤い、私は失敗したかもしれない。赤いやつをこうピリッと破って、でここにこう向き、ああ、でピリッてこう、ちょちょちょ、こう、ちょ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 、そんな力作りだったら無理よ。この真ん中に合わせて、あ、うん、魚肉ソーセージ普通、え、いらん。何の顔。ドイツ人の結論から言うと、うん、ミートでなかなか作られないものだ。日本だけかな、この魚肉ソーセージって文化。全部食べてみましたので、最後にやらなきゃいけないことは一番美味しいのを選ばなきゃ。おー、一番美味しいやつだけ選ぶか、トップ3選ぶか、これ難しいよ。第3位いくよ、3、2、1、はい、え、信州、うん、三本ソーセージ、うん、俺ブラックペッパー、嘘、え、これそんなに好きだった。あ、大きかった、さすがめちゃ良かったし、大きかったし、うん、まあ、ドイツのソーセージに一番食感は近いからね。そう、第2位、トゥルル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 シャウエッセンが第2位。全然違うね。俺このバジル、ベルガブルスとバジル、美味しかったね、美味しかった。え、シャウエッセン2位。じゃあ最後1位いきましょうか。はい、皆さんも1位、まあ高の1位は分かるよ。当ててください。なんで分かる？分かる。ここで皆さんを裏切るのが僕ですよ。第1位、はい、ドルルルルデン、シャウエッセン、はい、私シャウエッセン、レナはチーズ、粗挽きチーズ、うん、もうレナがチーズ好きだからじゃん。そう、それなそれでも今日それいろいろ食べて、本当に今日本人もソーセージの作り方がよく分かってるな。なんだその上から目線。俺の目線からすると日本のソーセージの方がうまいよ、ドイツのソーセージよりも。皮がパリパリだもん。
本当に日本のソーセージの方がドイツの方が美味しい。もっと肉しいけどね、ドイツの方が。ドイツのソーセージの方が勝つ。日本の方が勝ちますよ。はい、皆さん、なんかドイツに行ったことある方がいましたら、ぜひコメント欄で。確かに、どっちが好きですか。どっちが好きじゃなくてもいいんじゃない。うん、私もどっちが好きと、なんかそれがなんかネガティブな感じにつながる。確かに、両方の良さがあるね。うん、そうそうそう、ドイツのソーセージの方が勝つ。日本の方が勝ちますよ。本当にビールに合うのはドイツのソーセージかもしれない。肉々しくて、日本のソーセージはお弁当に入れて美味しいソーセージかもしれない。ということで、私たちのソーセージ食べ比べ動画でした。うん、美味しかったね、楽しかった。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。